もう一曲、こちらはですね、先ほど阿部殿さんがね、荒野の果てに歌ってますけども、あれは必殺シリーズのね、一番最初の、必殺、仕掛け人というですね、はい、一番最初、必殺シリーズの一番最初の作品の主題歌だったんですが、はい、次に歌う歌もですね、僕が歌う歌も必殺シリーズの中から、はい、必殺仕切り人といいましてですね、ちょっとね、まあ、なんかタイトルはみんな大体似てるんですけども、これは中条清さんがメイン の, 必殺仕事人の中 の, 三味線屋雄二っていうキャラクターがいるんですけど、その中条清さんが独立して主役になったっていう、ね、そのシリーズの、はい、必殺、仕切り人というのがあったんですが、それの主題歌なんですね。この間たまたま僕のライブの中でもその話になりましてですね、はい、あなたの運勢を占っておりますっていうね、こうなんか贅畜を投げるっていうね、あれ京町子さんだったのかな、はい、ね、そんな話なんかもさせていただいてたんです。またそういう話をしだすとすごい長くなっちゃうので歌の方に行きたいなと思うんですが、この歌はですね、主題歌、ね、必殺仕切り人の主題歌、中条清さんがご自身がね歌ってらっしゃった歌なんですが、ね、ちょっとまだ桜の季節にはだいぶ早いんですけど、まあ、ちなみに僕熱海でラジオ番組やってまして、熱海ではもう熱海桜というですね、日本一早咲きの桜がもう咲いておりまして、ね、ぜひ皆さんもよかったら、ね、熱海に観光、お花を見に行っていただけるといいかなと思うんですが、まあ、熱海のラジオ番組の中でもずっと時代劇の主題歌を、ね、紹介するコーナーなんていうのもやったりとかして、で今はもうそのコーナーは番組やってないんですけどもね、はい、今日はそんなわけでございまして、また話ばっかり長くなりますから、歌の方を歌わせていただきたいと思います。一冊仕切り人の主題歌でございます。桜の花のように、どうぞよろしくお願いいたします。そして死んでゆく中
しばらく着ないかなと思いますので、はい、ちなみに、ね、この衣装でやってましたそのおてんば姫騎乗というね、はい、姫木さゆりさんとかいろんな畑二郎さんとかいろんな方が出てたんですけども、はい、その番組の方はニコ生のアーカイブの方でまだちょっと残ってたりとかするので、もし気になる方はよかったらね見てみていただければなと思います。はい、それではね。